収納できる釣り竿と金魚の作り方です。チラシかいらない紙を3枚用意しましょう。模様を入れたい場合は周りに線を入れておきます。裏返したらだいたい45度のところを目安に巻いていきます。端に糊をつけて楊枝を1本くっつけると巻きやすくなります。最後は糊かセロテープで留めましょう。これを3本用意します。端を揃えてぺちゃんこに折ったらセロテープで留めます。3本とも同じように折り曲げて留めます。次にビニールテープを5センチぐらいに切って3本まとめて下から1センチほどのところに巻きます。3センチほどに切ったストローを4本用意します。その1本を棒の先に巻きつけ、3本揃えてストローの先に合わせて切り落とします。クリップを曲げて針を作ります。釣り糸に通してしっかりと結びましょう。釣り糸は2ミリぐらいのタコ糸か枕目用のロープを使うといいです。クリップはこんな曲げ方をすることもできます。糸端をストローの上から下に通したらビニールテープを切って一番上の端を巻きます。釣り糸を引っ張って残っていたストロー3つに通します。長さを合わせて三角を作ってこれもしっかりと縛ります。これがストッパーになります。ボタンやビーズを使っても構いません。糸を引っ張れば釣り竿に、ストッパーを引っ張って下の1センチほど開けたところに引っ掛けると釣り糸がしまえます。針が出て危ないので針先もしまいましょう。この場合は針先が長いのでもう一本ビニールテープを巻きます。針を引っ掛けてストッパーをキュッと引けばこれで絡まず安全に収納することができます。次は金魚の作り方です。使い古しのお花紙で構いません。3枚用意します。お花紙の角をつまんで2箇所ちぎり取ります。これがヒレになります。糊で貼っておきましょう。ちぎり取ったお花紙ともう1枚を
軽く丸めて、てるてる坊主のようにしたら、ヒレの上に貼りましょう。作っておいた目玉を水のりで貼り付けます。口になる部分にハサミで穴を開けます。奥の方までしっかりと切り込みを入れてください。クリップの端に水のりをたっぷりつけて差し込めば、これで金魚の出来上がりです。釣り竿のストッパーを外し、針を引き出します。これで釣ります。軽いので針ではなくて磁石で釣ることもできます。もう一方の方でも釣ってみましょう。遊んで済んだら糸端を引き込み、ストッパーをかけ、針先を引っ掛けて安全に収納してください。糸が絡まることもありません。たくさん作ってみんなでワイワイ遊びましょう。